はい、ということで、翌日のリベンジでございますよ。このこういう体験と、壊れかけの時計ねこのセットで交換していきたいと思いますけどもね、気持ちで、ま、負けたらダメだから、ここまで来たらもう目前だからゴールはそうだね、本当皆様に今日こそウィニングランをお見せしますよ。はい、これ引き寄せないといけない、はい、もう物々交換するんだっていうのをね、こう引き寄せないといけない、物々交換するんだっていうのね、うまい。もし何かお手元でこれだったら交換してあげてもいいよっていうのがあればお願いしたいんですけど、あ、お世話でいけます？ですか？あ、マスクとルーズリーフと、ルーズリーフ、あと表でこれをもらってきたんですけど、これあの時計なんですけど、ちょっと壊れちゃってるやつらしいんですよ。あ、分かります。ベルトが壊れちゃってるらしいですけど、でワンちゃんの修理すれば使える、元は結構いいやつなんで、もしよかったら持って帰ってください。合わせ技でルーズリーフとマスク、あとウェットティッシュ、ウェットティッシュやりました。ほら結構結構探してくれた、ね、めちゃめちゃ探してくれたんですありがたい。じゃあこれを持って隣に行きましょう。はい、はい、ということで下尾さん中山来ました、はい、いいテンポで来てますね。いいですね、まさに、はい、合わせ技セットで物々交換をお願いしていきたいと思います。友達に会いました、そして、のど飴と交換してくれました。はい、ありがとう。いや、マジでくれて全部なの、もう全部くれたの、マネージャー4点セットでくれたから。あ、なるほどね。マジでありがとう、めちゃめちゃ助かった。誰じゃあね、頑張って、ありがとう、助かった、マジでありがとうございました。やりました、のど飴いただきました。はい、よっしゃ、じゃあ早く次に行きましょう。元谷です、はい、来たね。まあ、さっきの下園川に比べると、まあ、飲食店とかも多くて、まあ、ちょっと繁華街っぽさもある街なので、はい、まあ、人の数も多い分チャンスは多いと思うので引き寄せでそうだね、うつぶつ効果するぞって、やんなくなっちゃった。じゃあ頑張っていきましょう。はい、雑貨全部でみたいな。あ、この辺で行ってきました。本当ですか？そう、行ったんですよ。あ、はい、あ、命の、すごい。バームクーヘン食べますか？あ、プラスでマグネットつけてくれたらめっちゃ嬉しい。あ、じゃあ、そうします。いいっすか？いいっすか？あ、一つでいいっすか？あ、一個で。はい、命は美しいの。ありがとうございます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 。やった。全部店に行ってらっしゃったということで、ガチャガチャで当たるマグネットもプラスで、よっしゃ、じゃあいよいよ次ラストの1階に行きましょう。行きましょう。行きましょう。よし、行こう。市川駅やってきました。いよいよ。これがラストの駅です。はい、でさっきはですね、元谷駅でこのバームクーヘンと乃木坂46のマグネット、はい、これとまた何か交換していただける人を、もうこれ本当最後なんで、はい、探して締めたいと思います。はい、もう会いたいからめちゃめちゃ行き詰まってるよ。いや、もうラストなんだけど、ドゥース。ちょっと待って、チョコレート私ジュース、ベーグルとか食べれるって聞いたもんね。ほぼ100人だった。一番いいやつ来た。さすが姉さん、姉さん、小さい。じゃあ、これでごめんね。ありがとうございます。赤ペン、赤ペン、チェックしてください。
なんか周りの方でお好きな方といたら、ぜひ、あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。うおじゃー決めましたねやっと、おーおーおーモンスターと、まあ、なぜかわかんないけど、ね、赤いボールペンをとで交換していただきました。交換対応していただいた皆様本当にありがとうございましたね。まあ、そしてね、あの、まあ、交換まではいかなかったんですけど、一応僕は声かけてこう足止めて話聞いてくれたりとか、こう耳傾けていただいた方も本当にありがとうございました。本当急にこんなやつがあの声かけて迷惑な瞬間もあったとは思うんですけども、ただ僕はねもうこの沿線シリーズやめないですからこの汚いつなぎでこの沿線うろうろしていくこともあるかと思うので、ぜひ見てる皆様も各駅で会った時はぜひ優しくしてください。はい、ということで、総武線線物々交換の旅でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。